ーチャルで戦え、リアルを超えろ。あのバーチャファイター e スポーツに DLC レジェンダリーパックが登場。歴代の人気キャラクターカスタマイズアイテムやバーチャファイターシリーズの厳選された BGM への変更が可能。観戦中に使えるキャラクターをモチーフにしたスタンプも追加。お気に入りのキャラクタースタンプを使って観戦を盛り上げよう。さらに初代バーチャファイターのキャラクターモデル全38種類を収録。バーチャファイターファンに捧げる究極のダウンロードアイテム。10年早いんだよ。バーチャファイター e スポーツレジェンダリーパック、全てが入って1100円。ゲーム本編は PS プラスと PS Now で期間限定フリープレイ。バーチャルで戦え、リアルを超えろ。はい、というわけでね、今日は皆さんお待ちかねのゲストということですけども、ちょっとねマスクがなんかちょっとなんか鉄山鋼のこうなんだろうこの硬さというかなんかもうちょっと圧迫感がすごいんだよね。これね皆さん ズームしてみた方がいいかな。これズームしといてくださいね。あとでこれねちょっとあの僕的にはちょっとある意味ちょっと息苦しいところもあるので、まあ今日は超ディスタンス取ってるんで、はい、一旦外してということで、はい、じゃあ外しますよ。いいですか。外してください。はい、じゃあ外して。というわけでゲストセガの青木プロデューサーです。はい、どうもよろしくお願いします。10年遅いんだよ。起きた起きたよ。おい、いきなり来たよ。10年遅いマジで。来させていただきました。この番組10年前からないけども10年遅いです。お待たせしました。もうだいぶ飲んでます。実は月っぱらに一杯やってしまったのでテンション高いな。割と本音で出てしまいました。いい、本当呼んでいただいてありがとうございます。本当に細かく言えば11年ですもんね。11年ですね。そうそう、うん、発表までは10年だけど FT からは出たのは11年ですね。 FS からは10年です、ね、11年ですね。いやだってストリートファイターでさえ読んでるまで10年かかって、うん、バーチャー11年待つと思わなかったね。まあこの間もね番組そうそう、あの話しましたけど、バーチャーの発表が5月末にあって、はい、で原田のバーでバーチャー特番を原田さんの一人語り1時間7分、うんうん、あれがあって、でまあ結構国内海外いろんな何らかや合計すると7万人ぐらい見ていただいて、ていうかコメントが国内も海外も熱い。熱い。熱い。しかもあのほぼ手紙な上にあの鉄拳勢ほぼいない。そう、バーチャーファンの方が本当手紙のようなコメントをみんな書いてくださって、もうこれ青木さん呼ぶしかねえなということで呼んだら、あの返事が来たんですけど、ツイッターの縦読みを僕は気づかなくて。お酒飲みたいよとかなんか縦読みだったんですね。はい、恥ずかしい。もう誰も気づかない。あの普通ああいうのって僕のフォロワーとかが気づいて、原さんほらこれ縦読みですよって言ってきてくれるんですけど、それも周りも誰も気づかない。誰も気づかないですね。そう、うちもその宣伝の人間に気づいたでしょって言ったら、いや何かですかみたいなって、そうだから恥ずかしいからやめてよ。青木さんの身内も気づかないことを僕らが気づくわけないじゃないですか。いやもう恥ずかしい。あのアイドルが不倫相手にあのよくやるツイートですよね、うん、そうだよ。だから俺ねなんかケーキが出てきたのがおかしいなと思ったんですよ。なんでケーキの話を今わざわざするんだなと思ったんだけど、そう、ね、違和感は覚えたけど縦に読むとはちょっと思ったんですね。本当に世界中で一人も気づかなかった。
気づかなかった。気がつかなかったですね。なかなかですね。もう海外の人はもっとポカン、もっとポカンですよね。縦読みしたら分かんないかもしれないですよね。まあまあいいんですよそれは。いやでも、もうねこの収録自体はバーチャーのいわゆる日本のタイトルで言うとバーチャーファイター e スポーツ、はい、で、海外だとバーチャーファイター、5アルティメットですね。アルティメット商談ですよね、はい、タイトル分けてビルドが2つに分かれる大変だなと思いますけど、はい、でもうリリースされた後です、はい、リリースされたのが 2週間もう3週間経ちます。もうちょっとでもう1ヶ月ですね。で7月1日になると1ヶ月。いやこれぶっちゃけ絶対言えないのは業界的に分かるし、はい、分かるんですけど、うん、なんとなくバロメーターとしてこうどれぐらいダウンロードされたかは気になるんですよ。これはあのファンもちょっと気にしてるんですよ。なんでかっていうとこれ面白いんですよね。バーチャファイターファンが普通ね、こういう本数とかって売れた本数もしくはダウンロードされた本数とかって、まあ、有料だろうが無料だろうが、気にしてる人ってね、遊んでる人はあんま気にしないんですよ。そうなんですよね、うん、あの言うたら外野って言ったら変ですけど、うん、そういうことを気にするクラスターがいるんですよ、うん、どれぐらい売れてんのかみたいな。でだからそれをあのすごい気にして、例えばやっぱり500万ワールドワイドで、まあ、500万本以上いくとやっぱりヒット、大ヒットみたいな、うん、あの一種のある意味基準があって、うん、1000万本いくともう大御所入りみたいな、うん、あるんですけど、なんかそういうのを気にする人いるんですけど、バーチャファイター珍しく、珍しくっていうかね、今回やっぱりさすがにバーチャファイターファンはね、僕の一人語りでも言ってましたけど、これが未来につながってるんだっていうことを僕も強調したせいもあってか、あのすごい気にしてるんですよで僕もそういう検索の仕方をちょっとするんですけど、バーチャファイターファンの言動をこう取っていってるんですけど、やっぱり割といやなんか盛り上がるといいな、これ繋がってるんですよ、どれぐらい今やっぱりダウンロードされてるのかなっていうコメントはやっぱ見るんですね、うんうん、なのでこれは外野というかやっぱバーチャファイターファンとして聞きたいところあるんで、言えないのは分かるんですけど、うん、そうなんですよ。いやあの思ったより言ってるって言ってたんですよ。それは確か公開されてるコメントなんですよ、ね、思ったより言ってる、想定よりも言ってるわけです。多くの方に遊んでいただいておりますっていうのも常套句というか、はいはい、上トークなんですけど、これあの視聴者の皆さんの思ったよりも言ってるっていう時は、嘘じゃないんですよ業界的には。なんでかっていうと、その例えば有料のものだったらフォーキャストっていうのがあって、その数字っていうのは業界 の例えばディストリビューターとか、あと店舗の人だったら知ってる数字なので、それより上回ってる場合は思ったより言ったって言って OK で、うん、それより下回ってるのに思ったより言ったって嘘じゃないですか。でこれバレちゃうんでアメリカとかだと、うん、だから本当は思ったより言ってるっていう時はね、大体実は本当は想定よりも本当に言ってるんですよ。だからそれは信じていいと思います、うん、というわけでいやこの質問でもすごいされるんですよ。本当に言えないですよね、言えないのは分かります。本当にどれぐらいなんだっていう、そのもう定量的に聞かれることが多いんですけど、本当に言えなくて、僕も言うなと言われてるんで、ただ僕は言うてもこの業界の人間なので、うん、あのデータは見れないですよ、他社さんのデータは絶対見れないですよ、これリークになりますからね、見れない、見れないけど大体わかるわけですよ、うん、あのまあそうですね、なんでかっていうとストリーミングがどれぐらいあるかとか、うんうん、こういろんな類推の方法がある、マーケティング的な観点で、ね、データじゃないですよ、得意の統計はなかなか難しいですけど、であのマーケティングな観点では、あこれぐらいのバズり方でこれぐらいのストリーミングがあってってことはこれくらいは言ってるだろうっていうのは普通に考えてですよ。あのこれね意外と知らない人多いんですよ。あの日本に住んでて日本だけでゲームの業界をやっぱ見てる方がほとんどだと思うんですけど、そうすると例えば、100万ダウンロード行ったのかな行ってないのかなって会話してる人もいたんですよ実はネットの中で。あのね申し訳ないんだけど100万は行くよそれは全然行くから心配しなくても、うん、あの日本ではね、あの日本では格闘ゲームっていうのはニッチって言われてますけど、海外ではね、あの鉄拳だってモータルコンバットだってソリッドファイターだってものすごい行くわけですからね、それこそね500万も軽く超えるわけですから、それで考えるとフリートゥープレイでバーチャファイターさあこれはね普通に僕の予想で言うとあの何百万本とは言いますけど、でもパッと言うのは何百万本ですよ数百万本っていうか数百万ダウンロードは
行ってます、ユニークで絶対に。これね、僕もねプレイヤーさんに実際に会った時に、うん、お会いした時に聞いたことがあって、どれぐらい行ってるんですかって言われたから、君はそのどれぐらい行ってると思ってるのって言ったら、はい、うん、やっぱ青木さんが想定よりも多くって言ってるんで100万本は行ってると思うんですよっていう回答なんですよ、うん、もうやっぱりギャップを感じる。だからやっぱりそこのあんまり本数をその意識してないというか、知らないプレイヤーさんの目線で言うとそれぐらい、はい、それぐらいって言っちゃうとあれですけど、いやでも今国内で100とか200とか300って数字ってすごいわけじゃないですか、うん、すごいですね、うん、例えばその桃鉄って今300万本いったのかな、ああすごいですね、桃鉄のすごいところ、これ何回も言ってるんですけど、やっぱあれ大規模開発じゃなくて、開発費もいわゆるワールドワイドで作るようなタイトルの開発じゃないのに、うん、国内であんな300万もいってるっていうのが化け物なわけですよ。 で, す、ね、でもあれがそのすごさっていうのを単に300万本って絶対値で捉えちゃってるん で、 そ う, で、ね、そうじゃないわけですよ、うん、300万本って数字はワールドワイドで見たら別にあるわけですよ普通に、うん、鉄拳でさえ、ね、700とかもう800いきそうなわけですから、うんうん、でも国内でいうと300ってすごいわけじゃないですか。すごいですね、でしかも大規模開発もない、うん、これはもうバケモンソフト、そういう意味ではね、うんうん、その物事の 見方のこう指標によってはそうバケモンっていう意味が変わってくるんですけど、うん、でそれでいうと意外とみんな知らなくて、そういうこと、うん、国内で100って言ったらすごいと思っちゃってるんで100っていう数字言っちゃうんですよ。そうです、でもワールドワイドで見たらもっといくわけですから、そうですね、ぶっちゃけどれぐらいっていうのは言えないですね。今日はやっぱりね言えないんです。今日も言えないんですけど、ね、じゃあ若干俺気になってんだけど、俺ね何のブランドだろうと思ってこの T シャツ。だから今の回答ですよ。これね家にあったんですよこの T シャツ。えこれ本当に家にあったんですか。家にあったんで、ちょっとそんな T シャツだあります。今日着てきたんです。見えますかちょっと。でもこれ高そうですよね。だキラキラしてるんですね。この T シャツはちなみにいくらぐらいしたんですか。いやこれはもう800円ぐらいですね。値段書いてあるんですよ。800円で買えなそうですけどね。800円って書いてある T シャツも珍しいですけど、でも多分これまあちょっとそういうことかなって捉えるしかないよね。800を今日青木さんが言いたかったと。たまたま家にあった T シャツを着て、だからそれは分かんない、これは800ダウンロードかもしれないから。まあそれもありますね、いろんな意味で予想外で100万本も行ってないっていう。そうそうそう、はい、でじゃあそれがどうなのかっていうことでいうとかなりすごいですね。ワンプラットフォームってことを皆さんちょっと意識した方がいいと思います。うん、うん、そうですね、マルチじゃないです、ね、でしかも、11年ぶりの、しつこいですけど、いわゆる青木さん自身がおっしゃってましたけど、今の10代20代前半の人がバーチャファイターって言われてもちょっとピンとこないよともいう世代がいる中でのこれですからね、分かんないですけどね、いくつかはでも数百万本は絶対言ってるはずです。これはもう僕、これは僕の言葉ですからね、僕の予想ですけど、あ数百万は言ってます、数百万は言ってますよ、言ってます、言ってるってことを考えるとどんだけの人が待ってたかということじゃないですか、うん、でちなみに、地域でいうとどこが一番多いですか。これそれは言えるんじゃないですか。多分地域はおそらく鉄拳と似たような感じ。え、マジですか。思います、はい、それもちょっと意外だな。僕のやっぱりセガニさんというかばあちゃんに勝つためのマーケティングので取ってた時の数字というか全体数でいうと、あそうなんですか。そうですね、まあやっぱ人口が多いとこが多いですけど、まあ、ベスト5でさらっと言うと、はい、まあ北米、まあ、一国だと北米になっちゃいますよね。わかります。国だとそれはストリートファイターも、うん、モータルコンバットも、ね、鉄拳も国一個単体で言っちゃうとアメリカ USA になっちゃうんですよ。ユナイテッドステイツオブアメリカになっちゃうんですよ、どうしても。ただリージョンで言うと鉄拳の場合は 50% か 52% ぐらいは揺らいでるんですけど、だいたい半分か最低でも半分か半数超えがヨーロッパリージョンなんですね。うんうん、でじゃあそのアメリカが1位ですと。で 2位、はい、2位でいうとどこ。イギリス、 UK、 あじゃああの UK はで、そうですね、おっしゃる通り、ね、だからヨーロッパでまとめると、はい、まあ半々かもしれないです、アメリカとね。あなるほど、イギリス、あとドイツ、うん、やっぱドイツですか、うん、ああ似てますね、じゃあ、はいはい、同じだと思います。でまあ、ちょっとで飛んでブラジル、はい、あ南米行きますね、はい、南米もブラジルもありますし、
そうですね、フランスも多いですね。フランスも多いですね、わかります、わかります。あ、じゃあ、いわゆる今のゲーム人口でに結構比例してるところありますね。そうですね、うん、あの視聴者の方、この番組よく見てる人はわかると思いますけど、 UK と北米はだいたいいつもどのタイトルも同じ傾向を示してるんですよね。だから UK チャートってよく日本で話題になるじゃないですか。なんで UK チャートを1位を取るってことは割とその北米でも好調っていうね、なんか不思議な連動がマーケティング観点であるんですよ。そういうのがあるんで、だから UK チャート意外と注目されたりするんですけど、でおそらくその鉄拳さんもそうですけど、アジアでいうと韓国だと思うんですよね。そう、あのいろんな人が鉄拳さんって言うんですけど、あ芸人みたいな別に鉄拳でいいです。鉄拳で言うとアジアは韓国だと思うんですけど、あそうです、ばあちゃんもそうです。あ本当ですか、はい、あやっぱ格ゲーのアーケード時代の文化の名残なのかな、うん、そう、うん、あじゃあ比率は結構似ちゃったんですね。似てると最終的にね、はい、ああ面白いなってことはポテンシャルですもんねこれがね、うん、似てるというか、でも鉄拳のそのリージョンごとの比率っていうのも正確には僕は知らないです、うん、やっぱ過去のデータとかでしかなんとなくでしか分からないの で、ね、いやだからでも比率で言うとその一国で言っちゃうとアメリカなんですけど、さっき言ったリージョンでヨーロッパでしょ。ヨーロッパでトップは結構鉄拳は面白くて、あのドイツだったりします。でドイツ、UK、うん、フランス、うん、でそこがちょっと順位が入れ替わりつつみたいな感じですね。で、うん、割とスペインとか、あとうち北欧とか、その、あの中東ロシアとかも、中東とかロシアとか、はい、あと東欧とかも割と強いんで、うん、鉄拳この、この割とヨーロッパは本当にすごい強いんで、ヨーロッパはほとんどの国で格ゲーカテゴリーだとほぼトップを取ってるぐらいの勢いなんで、うん、なぜかあっちは強い、なぜかじゃない、あの理由は分かってるんですけど結構強いで、今回やっぱりプレイステーションでされてるっていうのも大きいと思いますね、うん、プレイステーションプラスの傾向だとその順位になりがちなところもあります、ね、そうですね、それもあると思います。いやだから逆に言うとですよ、待ってた人が多いのもありますけど、これは僕の感覚だとですよ、実はこれマーケティング観点、僕マーケティングは別にそんな好きなわけじゃないですけどおそらくですよ、この統計好きの僕からすると分析するとですね、うん、今あえて待ってた人がそれが多かったんですよってい う、 こうエモーショナルではそう言ってますけど、冷静に見ると6割5分から7割ぐらい新規なんじゃないかな。新規というかいわゆるガリガリバーチャーをやってたってそうじゃないと思いますよ、うん、休眠も含めてですね。そうだからそういう意味では僕はすごくいい傾向だと思うんですよ、うん、絶対に。だから少なくとも半分、少なく見積もっても半分はバーチャファイター、ああ昔やってた、もしくはバーチャファイター、もう15年やってません、はい、ぐらいの人が半分は、もしくはそれ以上いってる可能性があります。そうです、ね、だって、普通に考えると11年やってなかったっていう人の方が多いわけですから、うん、それで考えると15年ぐらい触ってなかったみたいな人が半分ぐらい落としてると考えると、これとてもつもないこういい機会というかチャンスで、あぶっちゃけこのベースでこの調子でいくともっといくから、あの、まだフリートプレイの、あこの放送をやる頃にはあれですけど、でもまだ期間でまだ折り返しぐらいですね、ま、2ヶ月間そうですね、まだあるので、この収録時点で1ヶ月ぐらい残ってるわけですから、そうですね、あと1ヶ月ぐらいある。だから少なくとも普通に考えると100万200万は伸びるはずと考えると、いやちょっと早がたりにしたくないですけど、そういう T シャツが家にあるかどうか分かんないですね、この着てこれるかどうか、桁が、そんな T シャツは見たことない、この T シャツも僕見たことないですけどね見たことないですか。でも、うん、これはそのなんだろうな、そうなんですよ、過去にやっぱりバーチャファイターって CS で発売してて、うん、まあ、バーチャファイター4とかですね、ワールドワイド5もそうですけど、ワールドワイド出してて、その本数って販売本数って分かってるわけですよね。それをまあ、大きく想定を超える数字ってことは、やっぱり既存の濃いファンの方以外の方にも触っていただいてるっていうことになるので、これはいいチャンスなんです。だからやっぱりフリートプレイ正解でしたね。そうですね、大正解ですよね。まあ本当目的がその触ったことないバーチャーよく知らないっていう方に届けたいっていうのが
本プロジェクトの目的だったわけなんで、うん、まあ一つ達成できたかなと。達成してます ね。で、普通に何にもマーケティングしなければこのフリートプレイの数字って10分の1、20分の1ぐらい縮むって言われてるんですけど、マーケティングをしっかりすれば実は、最低でも6分の1とか、うまくいくと5分の1、4分の1取れるって言われてるんで、言われてるというか、まあ、僕ら経験上それを知ってるので、それで考えるとね、これすみません、セガさんとか青木さん全く関係ないですよ、僕の中の妄想、妄想だけど、急に僕は今セガさんの、取締役か何かになりました、決裁権を持ってる、はい、一回勝負する材料揃ったかな、申し訳ないけど6言っちゃってるけど花さんが言うには大丈夫6、青木さんもうちょっとあのこれはそう、ちょっとお酒が僕足りないね、濃いめのハイボールを出してたからね、もう一回聞きますか。いやまあじゃあ、いやじゃあちょっとな、数字、いやでも本当あの答えはまだ出てないですけど、出てないですけど、うん、やっぱどうなのかっていうのをまあ測るための一個答え出ましたよね、プロジェクトでもあったし、その僕もすごくこの結果がいい参考になってるんですね。ああなるほどなって思えるのが、いや参考ですよね。だって青木さんにとってもいやこれねちょっと大前提飛ばしちゃいましたけど、はい、すいません僕ちょっと興奮してるんで語っちゃいますけど、はい、これ視聴者の人も分かってほしいのは、青木さんにとってセガの人ではあるけども、もともとだってボーダーブレイクの青木さんなわけじゃないですか、うん、でもちろんね、これだけボーダーブレイクをやっぱり継続 IP させてきて、あれだけアーケードでヒットさせて、新規 IP でオリジナルで、しかもインカムもすごかったわけですよ、あの今 の、ね、アーケードでやってた人は分かると思うんですけど、持続力がとにかくすごかった。でやっぱボーダーブレイクファン、あれだけベースがいた人がバカチャファイターっていう IP を任される、まあ、それはその能力を買われてのことなんですけど、逆に言うとですね、こう畑は違うわけですよね。そうですよ、うん、しかもアーケードももちろん出てますけど、アーケード畑というか、今回やっぱフリートプレイの施策としてこれだけ青木さんがセガをあるいは看板タイトルの IP をボンと任されて、僕ねちょっとこれ人によっちゃね、これで失敗したらなんか責任最後に取らされる人みたいになるわけだからいやそんな回し方あると思ったんだけど、なんとなく僕が類推した数字からいくとですよ、これはちょっと風が吹いてる可能性あるね、うん、あの青木さんにちょっと来た かもしれないねこれ。ああ だとすると全力でファンは青木さんを応援すべきだと思うし、うん、いやちょっと俺の中で青木さんへのヘイトが上がってきたから、ね、ヘイト、いやヘイトが上がんないとやっぱりだってこれで、ね、青木さん良かったですね、一緒に頑張りましょうじゃ面白くないじゃないですか、やっぱり、ね、原さん勝負したい、いや焦んなきゃやっぱり、ね、ちょっといい意味での今ちょっと焦燥感 の一部が来たわけですから、こうそうですね、もっとイライラしたいですよね、やばいぞと、ダウンボード、俺マゾじゃないよ言っとけど皆さんマゾではないですよ、僕はライバルが欲しいんで、ダウンロード数も、うん、そのやっぱりグラフが出てくるじゃないですか、デイリーのこの日この日って、はい、なんかこうだんだんやっぱ普通にね右や肩上がりで、はい、バーッと上がって下がらないですよ。あ本当ですか。下がらないのでこれは怖いんですよ、もうどこまで行くのか、なんで頂点がない、頂点がないです。でだんだんこう緩やかにこうなってくるところがあるじゃないですか、ないんです今のところ。あじゃあちょっと大台行くかな、俺が想定している、うん、俺が想定しているオーダー行くかもしれない。だとすると、いや俺がセガの経営陣だったら一つ一回勝負するな、6ってことですよね、うん、いやこれ俺勝手な妄想ですよ、大丈夫、番組関係こんな何の約束もされてないし、あの見てる人もこれあのバーチャファンの人が早かったにしたらいけないと思いますよ。だってこれはいろんなね複雑なことがあるんですよ、経営判断ってのは難しいんです、エモーションだけで動けない、数字で冷静に見なきゃいけませんけど、ちょっとそれは超越してるかな、うん、なんだろう、あのバーチャってやっぱコメント見てても思ったんですけど、単なる格ゲーっていう捉え方じゃないんですよ、うん、あのセガファンっていうのがいるじゃないですか、はい、
いらっしゃいますね。やっぱハードウェアがあった時代のセガっていう意味でもあるし、うん、やっぱセガっていうもうこうまあ、セガだけで手放しに好きな人もいますけど、やっぱセガの中の IP、まあ、ソニックとかバーチャとかってああいう一番自分が熱かった時代を生きてた人たちにとってのセガっていう、ああいうファンの人にとってはバーチャファイターの復活とかバーチャファイターのやっぱ新作っていう意味合いがちょっとやっぱり単なるその格ゲーって意味だけじゃなくなっちゃってるんですよね、うんうん、あのこれはまあそれで言ったら旧ナムコもそうかもしれないですけど、やっぱりそのいわゆるみんなが熱狂してた頃のかつての何々って会社とかかつての何々ってブランドとかみたいなことに対して、特にやっぱセガさんに対してのやっぱこう魂のレベルでのあセガが戻ってきたみたいなのをみんな感じたいんだと思うんですよ、うんうん、そうですね、うん、でその象徴の一つなわけじゃないですか。しかもその象徴の一つと言ってもほぼ最頂点と言ってもいいぐらいのタイトルだと僕は思うので、やっぱそこが新作出るってことは、いやおこがましいですけどすごいセガさんっていうこの中のいろんな IP にとってもいい効果しか生まないんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱこう、うん、セガが本気出したらこうなんだとか、やっぱりバーチャファイターこう新作出てくるとこうなるんだっていうか、うん、それを見せることっていうのは別に格言にとどまらずセガさんにとっても僕はすごくポジティブなメッセージになると思うので、うん、何度も言いますけど僕の妄想の中では僕がセガの経営陣だったら一回もうワン勝負するけどなっていうことを青木さんに言ってもしょうがないと思うコメントしにくいと思いますけど、いやでもあの本当セガもね、あのいろいろ昔のタイトルをリブートしていくんだよっていう発表をねしてたりしますけど、なかなかやっぱリブートって難しいですよ。難しいですね。とても難しいです。わかります。うまくいってる方が少ないかもしれない。あ、そうです。あとまさにその通り、セガだけじゃなくてね、データが示してる通り、うん、必ずしもうまくいくわけではないです。むしろ成功率は低い方かもしれないですよね、うん、そこに対して、まあ、一つリブート IP タイトルとしてのリブートの、まあ、先駆けというか半歩チャレンジっていうことが今回のタイトルだったんですけど、なんかなんとなく答えが僕の中では見えて、リブートの答えが、いや少なくとも共闘法はできたって感じですね。こうすればいいのかもなっていうのはなんとなく分かったんで、だから そこをまあしっかりとこう消化すれば次に踏み出せそうな気はしますね、はいはいはい、あ踏み出すとは言ってないですよ。そうですね、まだ踏み出してない。青木さん、はい、お話し中ですけど、はい、実は今日はあの見えないところでたこ焼き焼いてる竹虎さんがいましてですね。ちゃんといるんです。いやさっきチラチラ見えてました。ちょっとコロナ禍でこういう収録になってますけど、あの、はい、ディスタンスもあるんでこういう収録になってますけど、うん、ちゃんとたこ焼き焼いてますね、はい、皆さん。青木さん来るしやっぱりたこ焼きは出さなあかんと。ありがとうございます。で、あのちょうど第1弾が今焼き上がったので、はいはい、青木さんソース好きなんですよ。ソース大好き。もうちょっとソースもの好きということで、焼きそばたこ焼き大好きなんで。じゃあ竹虎さんお願いします。はい、ありがとうございます。お邪魔します。タイガーイーツです。ありがとうございます。お届けに参りました。はい、バーチャファイターおめでとうございます。あ、V になってる。ちゃんと V になってます。あ、ほんと V 出ますか。すごい、5だけにね。あー、なるほど。ビクトリーだし。なるほど。ビクトリーだし。そして、鉄拳の、ありがとうございます。 T はね、 T はね、 T ゲリーさんで V と。いや、もうバーチャファイターは初代から個人的にももうバイト代全部つぎ込んで遊んでたんで、早速ダウンロードさせていただきました。バーチャファイターでね、ありがとうございます。貯金減らした人がどんだけいるかっていう話ですよ。いやでも本当そういうお話ね、はい、いろんな方によく聞くんですけども、皆さんいい年齢ですし、バーチャ1からね遊ばれてた、ね、なかなかその企業の中ではとか、あの、はい、その社会の中でいいポジションになっている方が多いんですよ。だからなんかいろいろ話がしやすい。確かそう。なんかやりましょうよって言った時に、すごく話がしやすい。あの権限を持ってるでしょ。そうなんですよ。はい、バーさん、奥さん、はい、エンディングに向けてのゲーム対決でございます。はい、
ちょっと青木さんからどんなゲームをちょっとやるか、はい、説明だけしてください。セガが出してるですね、オリンピックゲームでして、みんなこれも知ってるけど、東京2020オリンピック The Official Video Game のタイトルになります。まだこの収録してる時点でオリンピックまだ開催されておりません、ね、されておりませんか。もう2021年ですが、まあ、競技2種類3種類ぐらいしました。そうですね、ちょっとやれそうなやつ。こちらゲーム的には何種目ぐらい減ってるんですか。何種目くらいですか。20です。20種目。ああ、それはだいぶ入ってる。これどっから選べばいいんでしたっけ。オリンピックゲーム、じゃあハルさんのアバターもご用意してますので、あとで、はい、出てくるんですね。おうおう、これがそのいろいろ選べる種目なんですね、はいはい、どれきっと、まあベタに 100m、 ああもう走るだけ、ハイパーオリンピック的な懐かしいですね。今行ってみますか。僕も本当やったことないんで、上下左右連打するとさらに進むと、おお、なかなかテクニックがあるわけだ。分かりました。はい、分かりました。僕は4番目のね、一発勝負ですね。一発勝負、じゃあ勝負、はい、100m ってあっという間ですよね。おお、やばいやばい、俺っぽい、おかしな人がいる、俺っぽい人がいる、今から走るのになんかおかしい、パラダのバーのパラダのバーのマスターじゃない、明らかに走れない感じの人だから、あ、俺なんかそのマスターの足がな、マスターっぽい、一番っぽい、対抗していく感じがする。おかしい、いや俺浮いてるな、俺浮いてるな、俺走れます、その革靴で。オリンピックでこれ出てきたら止められるだろ、これ。B スタート。さあ、セット。セット、セット。あ、遅っ。あ、来た、早い。あ、はい。よしだ。早い。いや、あのね、実はスタート遅れたんですよ。遅れましたよ、遅れました。ラストスパートのダッシュが結構頑張った。おかしないですよ、これ。じゃあもう一回リプレイ。だいぶ遅れてるよ、これ。リプレイ。これ遅れてるんですよ、スタートから。そうです、スタート遅れたんですよ。俺は早かったですね。そっからの巻き返しが。おかしないですよ。めっちゃ早い。めっちゃええ、何それ。これ意外と面白いね、このコミカルな感じが。これだとだからほらアバターですよ。すごいねこれ。これ面白いじゃん、このゲーム。これは家族でもできるじゃん、これ。いい、気になるような感じが来ましたね。すごい、100m 走でこんな面白いゲームなかなかないね。うわ、すごいわ。ないですよ。それで見よう。すごい。いやいや。怒ってる。考え深い感じだね。